うっす。しばらく選手の獲得はしないわ。もうこいつら安定してきてるわ。頑張ってる。あ、疲れ怖い疲れ怖い疲れ怖い。相手どこだ？ベルマーレ、勝てるぞ。上空には綺麗な星空が広がっています。今夜は J リーグディビジョン2。大森がいいな。進藤どうした？現在第13、勝ち点23、ミストラル。今日の対戦相手は第11、ここ徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。あー、わーだと思った。中央がガラ空きになっている。うわ、完全に足にいった。ファール覚悟だったんでしょうか。レッドっぽいぞ。危ない危ない、言わない。ベルマーレ、これ入んないから。これは位置でのフリーキックです。フリーキックまで一旦決まることない。横に出たボールを追い切ってしまった。それあり？ボールを入れます。右に振ります。オフサイドは、これはチャンス。ナイスだけ、ナイスボール。決めろよ、決めてくれ。今のは宮沢、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。宮沢お前どこにいるんだよ。ナイス宮沢、パスを送ります。竹の左からのセンタリング、竹ボールをうまくはたきます。竹打って、宮沢打て。ディフェンダーが宮沢打ってよ。こいつ何してんの。堀、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。そう、取れろ、今の取れんだろ。ベルマーレ、ゴール前チャンスだ。ここはディフェンダーが勝ちました。OKOKOK。 まあ一度じゃまだ分かんない。ヘルミに投入。現在試合はハーフタイムを迎えています。さて、ミストラル、ミストラル、ここはスローインになります。ディフェンスをかわしてパス、いいぞ。ボールを持ちました。ヘルミ行っちゃえ。ゴール前チャンスだ。ミストラル、うれ、1対1の、よし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 。後半からの男ヘルミリオ。ベルマーレ。ところで、まだまだまだ選手全然。押され気味だったので守備に気をつけたい。よし。もう一人ペアがいるけど、ここ選手信じよう。行ってこい。ブーゴール。延長前半。俺ブーゴールしたことないから。ナイスボール。うまくチャンスにつなげたい。ヘルミリが持ってく。ディフェンス陣もほっと一息といった。ああ、だめだめ。いいよ。延長後半。おしまなるぞ。あと10分。セコ、ここからどう攻めるか。攻めろ。ミストラル、ゴール前チャンスだ。いいよ。セコ、ゴール前ワン、ツー。強いこいつ。ゴリラ。まあ負けてない。今月負けてないぞ。これで1勝2分け。今月負けてない。疲れも大丈夫。OK。練習するか。攻撃力だな。もう10点取れてもいいから11点取って勝ってほしい。そういうチームになってほしい。
サンガじゃねえかサンガ強えんだよ勝ったことないんだよサンガにチームどうした今日はジェフディビジョン2 27回戦振動もミストラル対パープルサンガしばらくこのスタメンが固定してきてるな出したいんだけどね振動がセコ入れましたいいぞ様子を伺います前にパスが出ます取れなきゃ大丈夫強引にカットしました取れると思ったよ今ネットが繋がったさあどこにパスを出すか左に叩きますまいこれアンジョーマン強いんだよなマジでいつもアンジョーマン狙われてるうわうまい決まってしまった黒部でしょうぜ VTR 上の前半15分ボールはパープルさんが奪っちゃう奪っちゃう奪っちゃう掴みたいところです奪っちゃう奪っちゃう奪え奪えるおそう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 前に叩きますナイスボー宮沢ミストラルゴール前チャンスタケ行けタケうまく足にかけてゴールをカット前半も残すところあと10分ナイス上武断にインターセプト気迫を感じた今のは様子を伺います久しぶり右に大竹上がってきましたゴール前チャンスだタケ大竹タケ1対1の勝負これ決めなかったらマジこいつクビにするなんとタケお前中村徐々に相手陣内に攻め込んでいきますジョホールバルの時の岡田監督が岡田に対して殺すぞって言ったから試合中直接いったナイスキーナイスセービング何でも手使わねえのこいつ体で止めてるのまあまあまあチャンスを作ってからこれヘリミに投入で流れ変えてミストラまあ全然あるぞフォワードの大竹よくチャンスに絡んでミストラルここはスローインになります入れましたセコよっガーッとインターセプトガーおやばいワンジョンファン飛んでいきますジョンファンマジうめえやわナイスキーパーパープチョコボール迎えナイスこれは足にはいはいはい審判が選手ヘッドところで試合前に監督と話をしたそうですね今日は気合が入っていましたしんどいというかまだあるぞまだあるぞどうやらシステムガーッと倒れたファール覚悟だサンガに勝てねえなまずここ目標だな一つなんか練習中からダメだ怪我を見ないと疲れを見てうーん怖いな竹疲れもう一回休むかいや休みさこれこんぐらいのペースで入れないとさ怪我するんだけどなんかお任せにしちゃうとさ全然休み入れてくんないからさサッカーファンの皆様こんにちは。よし。本日は J リーグ。これでいいよ。それこれでいい。前半13分。井上この辺で流れをつかみたいところです。さあどう出る？取るぞ。オッケーそうだよ。で竹お前もっと前に行ける。木村前にパスが出ます。よし。ミストラルコースは空いてます。
ディフェンダーが決めます。今は何？現在試合はハーフタイムを迎えています。行こう。ところで、ヘルミニ。ミストラ。フォワード疲れてるな。大竹、よくチャンスに絡んできますね。竹は外せないんだよな。高橋、ここからどう攻める？ナイス。パスを送ります。結構頑張ってんな。逆サイドスペースができてるぞ。さあヘルミが走り込む。タケ。ふわりと蹴った。タケ。滑り込んでボール。タケ。今の決めなかったら何でもできないぞこいつ。ところで相手に押されながらもなんとかしのぎました。大森頑張ってんなこいつマジで。鍋も使えるから取り込む。延長前半5攻めろ。アルビレックスうまくチャンスにつなげたいところです。点取れてもいいから攻めろ。ボールを流した。ディフェンダーがうまく止めました。手元の時計で延長さあラストチャンスだぞ。10分を回ったところです。渡辺ここでボールを持ちます。ナイスラブパスを送ります。よし慎重に運んでいきます。ゴール前つながった。あよく見ていました。まあ負けなくなったけど勝ってもしないんだよな。大丈夫練習するか。モンスターズとか変な部屋もやらなくていいよ。何をする？攻撃だよな。ポジションベースやろう一回。やっぱりね進藤は右だ。大森がね調子いいから能力上がってきてる気がするんだよね。ちょっと大森とこれ佐藤の方が強く強いもんなこれ。普通にミア調子いい。ミアキーパー行こう。運動が大くらいよ。まあこれ目標は J1 参入で第一章そこまでをまず目標にする。もう少し勝ってたら面白いんだけどな。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は J リーグディビジョン229回戦ミストラル対アバンツァ。調子どうやってあげるのか分かんねえわ。ボールはアバンツァーレ。ここからどう攻めるか。ディフェンダーこれを読んでいました。中央が空いている。そうだ竹思い切ってシュート。竹ナイス押し込んだ。今季2ゴールね。現在試合はハーフタイムを迎えています。ヘルミにもうまだいっか。ミストラルディフェンダーのミドウ守備での貢献が目を引きますね。やっぱ調子悪くてもミドウ頑張ってるな。いい形でボールに絡んできている。あんまり調子関係ないのか。手元の時計で後半の10分が経過してディフェンダーこれナイスだ。ミストラルここで決めたい。リーダーぞ。これはよっしゃナイス。セコか。後半10分ではリプ。ナイスセコ。気温よしヘルミニー行くぞ。絶好のコンディション。今日は絶好のサッカー日和となりました。どうでしょうか。
取り行こう。 2-0 いいね。ミスト、モリタ、だんだんチームになってきたわ。徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。一時期本当に暗黒だったけど、あーっとインターセプト。いやいやいや、今取り返すよ。やっぱタケの加入結構でかいわ、なんだかんだで。見事すぎる連携、小泉守れよ。ボールをスルーした。守れ、ナイスディフェンス。タニポン、コーナーキックとなります。ラッシュム、いいボールあげろよ。ボールがどこ、あいつどこ出してるの、何それ、入ってるし、何やってんのこいつら。それができんなら最初からやれよ。後半誰決めたの。見事に追加点を挙げました。あ、セコか、やっぱこいつうめえな。瀬古とシムの VTR が出ます。若手はこの二人いいわ。難なく決めました。余分な力を省いて一人抜いた。3でも大丈夫でしょう。どう攻めるんでしょうか。パスを送ります。取れぞ取れぞ、そう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 。パスをもらいます。そうカウンター、一体ヘルビリチャンスミストラル。残るはキーパー。オッケーオッケー、4-0。化けたこのチーム。戦術を変えてきました。俺の意思が、おお、まだ、まだ取るか。エルミニ。横に振った。もう一度折り返した。サクナカがここまで来てる。おっと、エクセントゴール。入ってるし。おい、5-0どうした。ナイスゲーム。こういう試合をしてくれ毎回。いいね。やっぱ竹で決めるとね、流れ変わるのよ。チームはもうね、盛り上がる。巨人の大竹と一緒、大竹じゃない、岡本と一緒。あいつが打たなきゃ勝てない。いやー、いいね。だんだん分かってきたよ、このゲームが。まず調子が悪いとかあんま関係ない。今ヘルミ29ゴールでしょ。大竹は 9.2 ゴール。まあ、いや、まあ宮崎これからだからな。石膏側は28.3ゴール。この人が上げてきてるからな。ディフェンス本当安定してきたわ。疲れは怖いな。ちょっと一回休むか。休養大事だ。監督なんか絶対任せない。相手の練習で指示にしたら後でまず気がするから。よし、耐え切るぞ。ここも坂間緑のピッチが照明灯に映えております。もうスタメンこれ固定でいくし、悪くもう調子関係なく30回戦。これはもうベストメンバー、うちの今山道徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。どう攻めるんでしょうか。パクギあーサイドシーンされたら戻れるんだよ。佐藤おー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 ディフェンスどうしたマジで。こんななかったで今まで、こんな描写。現在試合はまあもうちょいこう、このままどうやらシステムを変えてきました。それ取れる、オッケー。インターセプト、慎重に運んでいきます。ヒールパス、うまい、上がってきた。打っちゃえよ今のは。宮沢もちょっと自分に行くね、姿勢を見せてほしい。元での戦いとなりました。自信、こいつ、まあ、自信がないんだな。どうでしょうか。僕はまだアシストしか、アシストで精一杯ですってなってるもん。佐藤攻めろ。ボールを入れます。さあ抜けました。やらせんなやらせんな。サガン左サイド上がってます。裏に通ってやらせんなよ。うまい。ここはオーケーオーケーオーケー。クリアです。ボールはサガン、この辺で流れをつかみたいところです。とりあえずとりあえずとりあえず。よろけながらも抜き。こいつ何なんだ。クソ
そうめえじゃないか。取れぞ。了承だ。そうだそうだ、そっからそっから。様子を伺います。セコ、おっと逆サイド。見てるね。ミストラル。ヘルミリ。左サイド。はいはいはい。完全に足。おいおい、レッド。ところで監督とお話をしたそうですが、西脇。イタリアのことで盛り上がりました。頼むぞ。ロ。ヘルミニ渡そう、ヘルミニに。ミストラル、直接行くにはちょっと角度が厳しいか。直接行った。え。ボールを惜しい。方向。惜しい惜しい惜しい。ミドウ、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。さあ、おたけ。ゴール前チャンスだ。タケから。振り切った。タケうまい。ディフェンスのうまい。タケ。よーし。初めてガッツポーズしまった。こんなゲームでガッツポーズしちゃった。見てみましょう。大竹、スマブラでね、2対1の状況から勝ってもね、別に喜ばないけど、ね、今初めて喜んでした。コーナーキックのチャンスにディフェンダーも上がっています。カーブがかかっている。西脇、いいね。ゴールイン。誰決めたの？20番誰？41番。あ、西脇連続ゴールゲット。初ゴールじゃん、移籍後。VTR、ナイスナイス。チームになってきた。この前のこう怪我人続出してスタメンが もうまともに組めない状況の時はマジこのゲームもう捨てようかなと思ったけど、やっぱ諦めないのが大事だよ。そういう、ね、この動画を見てね、そういうとこ学んでほしい。諦めない心。これペドロ加入してシゲが復活したらもう最強チームになるぞ。よし、練習時やっぱ攻撃だな。攻撃しとけばもうね、攻撃でいい、十分。オフェンスの練習しかしないこのチームは。で、点決められたらディフェンスと監督のせい。相手どこだ。よし、これも勝てる。上がってきたぞ。もう9勝15敗になってる。最近負けてねえもんな。引き分けはまああるけど、ほぼ負けてない最近。ご覧の通り、今日スタメン固定したのがでかい。このスタメンほぼ固定。今日はもうね、調子はね、あんまりね、影響されないことに気づいた。本当にそれが第一。取れぞ。横浜 FC、 最近ここ取れるんだよ。取れねえし。中央が空いている。ほらほら、ディフェンスが強いんだよ。前半残りあと20分。細かいのやめろ。これそれ取られるんだよ。それ取られる。その振り抜きのサイクロンパス、100% 取られる。切り込んだ。でもここで取れるんだよ最近。全然いい。現在試合はハーフタイム。もうちょっとまで行こう。戦術を変えてきました。左サイドの選手が攻撃の鍵を握ります。いや、横浜 FC 左サイド。横浜 FC 強くねえぞ。強くねえぞ。自信持ってけ。切り返す。自信持ってけ。クロスボール。これは入ってしまった。もうどうやって先制。どうやってやったの今。ちょっと俺選手交代した。あ、スリーが選手交代しなかった。今できなかった。汚いやつ、ヘルミニを出させろよ。ふぅ、もったいない。宮沢評価 3.0。 まあまあまあ、切り替えていこう。あ、ペドロ加入来るか。トピックス、これトピックス。来た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 。ペゾロ、ペレグ。ああ、こいつ強くねえじゃん。ホーラミスがあんま強くねえぞ。
でも10枚あげるか。よし、お前10枚あげる。ついに。ホームランですね。お前、顔。こいつだなぁ、スラム28。ただこれチーム埋まったぞ、これで。シゲ入ってきたらもう、完璧だ。お金ないからごめん、1000円で許してくれ。よし、あ、疲れてんな。ペリグ、どっちがいい。これミヤと出してみれば。一応177cm、キーパー身長大事だからな。いや、見えるのが強くねえか。いや、抜くな、強いや。ほぼこいついらなかった。ピレグと竹のツートップ。いいね。こうしよう。大田左のピレグ右。いいね。スサもこいつ、ディフェンス能力上がってきてる。あれ若いからね、スタも。スタメン固定して、ちょっとスタ出してみるか。ちょっと上がってきてんな。向井、ちょっとなんか元気ないから、次の試合はミヤで行こう。ミヤとホーと向井で回しとこう、キーパーは。調子のいいやつを。よし。今週はお休みだ。さあ行こう。竹とペレグの2トップで、シゲが帰ってきたら3トップにする。ビューガルト1位、まあ、ちょうどいいでしょう。ここで1位叩いちゃおう。叩ける力持ってっかな、こいつらは。もう全国のサッカーファンの皆様、ついにうちの10番が加入した。前半のミストラル、ここからチャンスになるか。入れました、ミストラル。滝から滝上げて、ペリグ、こういうことだよ。うちの10番がこれなんだよ。違う角度からもう一度見てみましょう。これもこれだって中入れてペリグポンで、これ切符に入っちゃうから、簡単。入れました。サッカーっていうのは簡単。パスを送ります。ディフェンダーこれを読んでいました。あ、財前、こいつは覚えてる。こいつうめえんだよ。大丈夫でしょうか。こいつうまいんだよ、マジで。こいつにね、ケチョンケチョンにされるんだよ。しかし生まれ変わったガイア FC。 低いボール、ベガルタ思い切っていくか。ああ、まあ相手もね1位だから。山田、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。そう、大森インターセプト。これ取れるようになった、今のチームは。上がっていきます。ボランチの大森からパスを出した。ペレグ、ペレグ左を狙った。そしてこのスリーバスを出せる。もう一人のストライカー竹からもう一つペレグ、きた。このツートップ、今のプレイをもう一度。ペレグ難なく決めました。いや、いやもうデビュー戦2ゴールよ。どちらが指導か。もう一つ取りに行く。1位叩けるぞこれ、マジで。セコからタケがポストプレーできる、こいつは。そしてペリグが、わあ、イエローだね今。VR、 さあここからどう攻め上がるんでしょうか。いや、それ危ないって。そんなさ、ディフェンスラインの時でワンツーならすんなよ。代表戦がなかったらもう超叩かれるぞ。ナイスキーパー。あー惜しい。決まった、いいね、殴り合いじゃん。こういう試合見たかったんだよ。現在試合は半タイム。よし、このまま行こう。
ボールはペレグの加入マジでかいわ。点に追いつかれて再びリードできるんでしょうか。ほらもう攻めてよ、もううちの方が多いもん。ペレグ、ああペレグ惜しい。うまくコントロールができなかったようです。どうする、もうまだまだまだだな、交代は戦術を長いから。このタイミングで交代だな。右へ、ちょっと取ってほしい、取ってほしい。なんで、なんでフリーなんだよ。なんでフリーなんだよ、あんなところから。大丈夫、まだこっちには、もう一人の、ヘルミーヨーがいる。で、この前決めた西脇。こいつもね、今、信頼ができてる。そして、モリソン。いやファール、ノーファール、ノーファール。え？審判が選手を、いや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 、これはカードが出されるでしょう。はい、なんだよこの審判。負けたか、でも負けたけど、ここまでできるようになったよ。ベガルタから負けたけど、他のチームも勝てるぞこれマジで。全勝いける。こっから全勝いけるわ。ベガルタとサンが強い確かに。そこに1チームは認める。何分取った？あ、もう30分だった。じゃあ、次回、快進撃、怒涛の、お楽しみに。